皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回も、EBS のセカンドローを使ってね、世界最小ミニボードをね組んでいこうということで、前回はね、この AC、アダプターを仕込んでですね、で最終的にですねこんな形で DC ケーブルのこのジャックですね、この位置を考慮してですね、真ん中のここからこう出して、で一番上はですねここにねちょうどねこういう風にあるんですよね。これ多分まあ、ペダルライザーとしてパッチケーブルとかね、なんかこううまくつなぎやすいようにこう配慮されてるんだと思いますけどね、4つありますね。でここからうまく出すと、でアダプター自身もまあここから出すというようなことでいきたいと思います。はい、それではね早速組んでいきたいと思いますけれどもね、配置今まではねイコライザーが来て、で歪み、そして空間系ってしてたんですけど、まあ最小ボードっていうこともあってですね、まあボリュームペダルもつけられないしブースターもつけられないので、イコライザーをブースター代わりに、これレボルエフェクツのこのイコライザーグライコいいところ、こうレベルがねついているので、レベルでもってこの歪みをギターソロ用にこう上げるみたいな形でやろうかなということで、順番をこっから入ってこれでブーストして最後に、リバーブっていう形にしてですね、ちょっと踏みやすくちょっとこう組んでみようと思います。